葉県の北東部、人口およそ6万人が住む町、東金市。温暖な気候に恵まれたこの地域に、今年も市内全体が桜色に染まる季節がやってきました。今回は毎年恒例、多くの花見客が訪れる東金桜祭りの模様をたっぷりとご紹介します。東金桜祭りは、桜の名所として名高い八角湖周辺を会場に、多くの人に東金の桜を楽しんでもらいたいと、東金市観光協会の主催で毎年行われています。今年は3月27日金曜日から4月8日水曜日までの13日間にわたって開催されました。桜祭りの最大の目的はですね、この八角湖というその場所はですね、東金で唯一と言っていいほどの観光の地でございまして、桜もこう数多く植わっております。これをどうにかですね、桜をきっかけに東金というところをより多くの人に知っていただければなというふうに思って、この桜の期間ですね、力を入れて。初日の27日金曜日には、八角湖湖畔にある安佐小町劇場で、市や近隣自治体の関係者などが出席しての山開き式典が行われました。これから2週間が本当の、教会といたしましては、いろいろ力の見せ所といいますかね、桜にしっかり咲いていただいて、あとは暖かい気候であんまり、大風が吹かず、大勢のお客さんに、この地域に来ていただくというのが目的でございます。どうかですね、東金の桜を、暖かい目で見ていただいて、皆さんにご指導ご意見いただきながら、桜祭りに進めたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。本日はありがとうございました。東金桜祭りは本市を代表するお祭りでもございます。今年の東金桜祭りもいろいろなイベント実施を予定されていると聞いております。観光協会の皆さんには、東金桜祭りを例年以上に盛り上げていただきまして、多くのお客様にお越しいただき、桜の都東金を感じていただければと思っております。そして観光協会の山岡副会長が山開き宣言をして、東金桜祭りの幕が開けました。観光は幅広い総合産業であり、地域経済の活性化に大きな役割を果たしております。また経済面だけでなく、郷土への愛着と誇りも培われ、地域一体となった取り組みも可能となります。そのような中で、私ども東金市観光協会は、活力ある観光地づくりを促進し、地域経済の発展に寄与することを目的としております。そのために、東金市観光協会の最大の事業である東金桜祭りの成功を祈願し、また会員の皆様のご協力をお願い申し上げ、ここに山開き宣言をいたします。平成27年3月27日。桜祭りのメイン会場となる八角湖は、周囲およそ800メートルの湖です。湖畔には300本を超えるソメイヨシノがあり、千葉県内でも有数の花見の名所と言われています。周辺は本善寺と西福寺2つの名刹や、国
登録有形文化財になっている料亭、八角亭などがあり、自然と歴史が調和した落ち着いた雰囲気に包まれています。八角湖の花見の歴史は今から400年以上前、徳川家康が東金鷹狩りに訪れていた時代まで遡ります。慶長19年1614年、船橋から東金まで続く御成街道が整備され、同時に現在の県立東金高校がある場所に宿泊所として東金御殿が建てられました。その際に御殿の前にある小さな池を広げて八つ池、または御殿前池としたのが現在の八角湖です。実は家康が来遊していた頃に桜はほとんどなく、現在ある大部分が明治末から大正期にかけて植えられたものだそうです。その後は花の東金をキャッチフレーズに、地域の人々によって一大キャンペーンが行われ、桜の名所として広く認められるようになりました。今年は3月下旬の寒の戻りで開花時期が心配されましたが、桜祭りが始まる頃には無事開花、期間中には満開を迎え、美しい姿を楽しむことができました。ですね、やっぱりこの池のほとりに桜があって、本当にもう大好きな場所なので、とても綺麗ですね。池に映る桜とかがとっても綺麗で、本当に毎年来てます。で、娘にも今年見せてあげたくて、3人で来れてとっても幸せです。近くですからね、毎年のように来てますね。やっぱりこの辺だとここが一番、近いし、いっぱい桜もありますからね。いや、すごく桜が綺麗でご飯も美味しくてすごいいい休日を過ごさせてもらってます。ありがとうございます。数が多いところ、たくさんの桜見れるところですかね、周りの人に愛されてるところですかね。そうですね、やっぱ湖が周りにあって歩きながら楽しめてっていうところが一つの魅力だと思うので、そこはおすすめします。はい、でもやっぱり湖の周りにたくさんの桜並木があるので、すごくゆったりお散歩しながらリラックスしながらお花見できるのがすごい素敵だなって思います。ゆっくり桜を見れる、桜のこの咲き誇ってる感じをもう本当にゆっくり楽しめるのはいいところだと思います。はい、東京とかだとこういうところってなかなかないのでおすすめです。桜祭り期間中には夜桜のライトアップも楽しむことができます。平成20年度からは市民の寄付によって設置された桜ライトと呼ばれるライトで夜桜を優しく照らし出し、訪れた人々を魅了しています。
なんか思ったよりちょうどいいあのタイミングで来れたので予想以上になんかこう綺麗でした。で水に映るのがすごいいいと思います。そういつもなんか他のところってただライトで照らすだけなんですよ。緑色のライトがあったりとかすごい幻想的にライトアップされているのですごいいいと思います。そうですね、僕は去年に引き続いて2回目なんですけど綺麗ですね、相変わらず。はい、私も、はい、言う、私はもともと東金なので毎年見に来てるんですけど、今年はもう明日明後日のが良かったかもしれないかな。でもすごく綺麗です。東金市内には八角湖を中心にお花見スポットが数多くあり、すべて合わせるとおよそ1000本もの桜があります。そのうち八角湖からほど近いスポット2箇所をここでご紹介します。日吉台にある泉ヶ池は桜祭りの会場にもなっているお花見スポットです。池の周囲では多くのソメイヨシノが植樹され、ほのぼのとした雰囲気の中でお花見を楽しむことができます。八角湖から歩いて5分ほどの高台にある山王台公園は、東金市内はもちろん九十九里平野も一望できるお花見スポットです。満開の桜越しに見る東金の風景は一見の価値ありです。また夜間のライトアップも行われているので夜桜と夜景を一緒に楽しむことができます。古木、それから何ですかね、あの一斉に咲きますんでね、今ちょうど満開だと思いますけども綺麗だなと思いますね。桜綺麗でしたって。桜綺麗でした、また来たいですって。また来たい。あ、私その桜と東金市が全体が見渡せるところが好きです。毎年東金桜祭りではお花見に訪れた人が桜とともに楽しめるようなイベントを数多く開催しています。今年は悪天候のため一部中止になったものもありましたが、それでも多くの企画が実施されました。八角湖に隣接する八津児童公園では東金の自然を守り育んでいく活動を行っているセントラルパーク市民の会による花見の宴が行われました。会場には市内にあるお店などが出店したエアマーケットや新宿お囃子保存会によるお囃子の発表などがあり、多くの人が楽しんでいました。
またこの日は東金商店街連合協同組合による国際交流企画東金国際会議も行われていて、市内在住の外国人や留学生などおよそ90人が金魚すくいやけん玉、相撲ゲームなどを体験していました。一番綺麗、私ホワイトから来たから桜はない。そう、初めて見た。このイベント今まで楽しいけど、ちょっと雨降ってるからちょっと残念けど、楽しい。今日はそういう東金の地元の方々がいろいろ準備していただいて、すごくありがたいなと思ってます。はい、やっぱり日本の方が優しいなと、もちろん外国の方も同じだと思います。で、あとはやっぱ自分が東金に住んでいるのはもう今年は6年目なんですけど、いろいろ地元の方々と協力していろんなイベントをできると、やっぱり国際コミュニケーションとかも取れるんじゃないかなと思ってます。八角湖から少し歩いたところにある東金文化会館の和室では、東金茶道会による八坂茶会が開催されました。お茶会と聞くと一般的にお茶が苦い、所作が難しいといったイメージがありますが、実際に体験してみると味はさっぱりして飲みやすく、所作も日本古来の伝統を守りながら時代に合わせた形を取り入れているので、すぐに馴染めるものとなっています。茶会では解説役の先生から分かりやすい説明があり、初めて参加したという人も楽しそうにお茶の世界を体験していました。で、あとはね、2回回してこれは正面を避ける国ですから、流派によってどっち向きっていろいろありますからね。あとはどうぞ、ゆっくりですお茶を味わいながら。お茶はね、すっともう吸い切っちゃって構いませんから、西洋と違ってその音を立てるっていうのは日本では OK と。そう、はい、もう来てから何からね。あとお茶は元に戻して見ましょうっていう話になります。逆回しすればいいですよ。そうですね、お道具を由来とか丁寧に教えていただいたので、それに初めての方でも参加しやすいように緊張しないで済むように説明してくださったので、とても良かったと思います。やはり東金の PR になるんじゃないかと思うんですよ。この八坂茶会ってずっと続けてますのでね、皆さんその東金を中心にして、ちょうどいいその桜祭りの時に毎年やっておりますので、私人間形成だと思います。お茶というのは人間を作っていく一つの手順
日本の古き良きのがお茶ではないかなと思っております。やっぱりお茶って言いますと非常にお金のかかるものなんですが、あの大冗談に掲げないで、あの手ほどきからねしてみたいな、自分の本当に日本の心をあの学んでほしいなと私は思います。また八角湖湖畔にある千葉県立東金高校でも茶道部生徒による桜花茶会が開催されました。こちらは高校では珍しい本格的な茶室が備えられていて、参加者は格式ある雰囲気の中で生徒たちの入れるお茶をゆっくりと味わっていました。一方、4日土曜日には八角湖湖畔で千葉県写真連盟主催の写真撮影会が開かれました。撮影会では満開の桜とともにモデルも出演するとあって、参加者は1年で今しかない瞬間を思い思いの構図で切り取っていました。また毎年この時期には東金市の桜をモチーフとした写真を募集する桜の都東金写真コンクールが開かれています。コンクールで入賞した作品は翌年の桜祭りで行われる写真展で見ることができます。今年の写真展では昨年の入賞作品10点が展示されていました。毎年八津児童公園では踊りやダンスのステージ企画も行われ、多くの観客でにぎわいます。29日日曜日にはよさこいチーム龍騎04による桜ライブパフォーマンスが開催されました。Yeah!
最高です。賑やかでした。楽しかったです。イエイ。5日日曜日には地域で活動するダンスチームが参加した東金ダンス祭りが行われ、子どもから大人まで多種多様なチームが息の合ったキレのあるダンスを披露しました。ダンスクリエイターズ最高でした。はい、どういうところが最高でした？そうですね、まあ、小さい子ながら頑張ってて、もうすごいもう気持ちよかったです、見てて。はい、この雨の中大変ですが、まあ、次もまた見たいと思います。はい、続いてステージでは結成以来毎年桜祭りに参加している東金市初のアイドルユニット安さこまちによる元気いっぱいのライブも行われ、桜雨の中、会場を盛り上げていました。
また安佐子町の姉妹グループ安佐子町ビギニングスと安佐子町シャイニングの2チームも登場し、大きな声援を受けていました。その他イベントでは東金市のゆるキャラやっさくんと東金市マスコットキャラクタートッチーとの写真撮影やじゃんけん大会、じゃんけんぽい、勝った、はい、チョキの人、はい、これからさらに定番のじゃがバターや焼きそば、焼き鳥などの美味しい料理を提供してくれる屋台もあり、訪れた人は満開の桜はもちろん、バラエティに富んだイベントや美味しい料理に大満足の様子でした。八角湖最高、動画で最高、最高。もうこれでかれこれ3回目になります。私は高校通ってたのでいっぱい来てます。そうですね、やっぱりこの八角湖っていう湖ですかのほとりに咲く桜の花々を眺めながら食べる愛の塩焼き、最高。やっぱり量が多いんで、こうどこ見ても桜っていうのがすごく魅力なところだと思います。毎年ですね、3月27日の山開き式に、まあ、桜が咲くかどうかっていうのはまず最初に一番心配することなんですけど、まあ、今年は気候がよくですね、山開き式にも合わせるように桜が咲いていただきまして、まずはほっとしているところです。八角湖の桜の魅力っていうのはやっぱりこの湖面に面しているっていう強みですね、これが一番あると思うんです。特に夜桜は、まあ、サクライトといってライトアップをしておりまして、これが湖面に反射して幻想的な姿を表すということと、車で平日でございますが車に乗ったまま皆さんに見ていただけるというところは、まあ、東金以外にはあんまり聞いたことがなくて、珍しい場所かなというふうに思っております。まあ、教会としては正月から始めまして、今考えているのはハスがだいぶ咲くので、ハスの花の写真会をやろうかとか、夏はまあ安さフェスティバル、秋は十三夜、十五夜、
またその間に、教会の関連してます下手方座というミュージカルを組んで、我々自負しているのは文化創造型の観光を、やっていこうかなということで、まあ、こういう場所もそうですが、そのイベント型もプラスした魅力を作っていきたいなというふうに思っています。そして桜祭り期間最後の日曜日に行われたのが八角湖湖畔での花火の打ち上げです。当日はあいにくの雨模様でしたが、夜桜と花火の共演が見られるとあって打ち上げ前から多くの人が集まっていました。連続で花火が上がるところが素晴らしいんで、それを期待しに来ました。なんだ、東金では結構クオリティが高い花火だと思ってるから楽しみです。八角湖の花火は、まあ、地元なんで、何回か見てるんですけども、近場で結構迫力のある音で、綺麗に見れるんで、見応えがあると思いますので、楽しみにしてます。午後7時、いよいよ打ち上げ開始です。すいません。桜祭りの花火は弁天島に設置された発射台が使われることから、通常よりも高度が低く迫力があるのが特徴です。今年はおよそ100発が打ち上げられました。八角湖上空に咲く大輪の花は、地上の桜とともに訪れた人々を幻想的な世界へと誘っていました。最後はやっぱし豪快でした、ね。はい、かっこいいかった。花火綺麗だった。花火が出るところがすごいよく見れて、すごい色が綺麗でした。なんかすごいたくさんやってて綺麗だったです。で、なんかすごかった、すごくどういうところがすごかった？なんかいっぱい出てたところだね。綺麗だった、とかです。とっても綺麗でしたね。ナイアガラがなかったのは残念ですけど、発数が多くてとても良かったと思います。歴史ある東金の地で、長年地域の手によって大切に守られてきた東金の桜、今年も多くの人々を楽しませてくれました。美しく咲き誇るその花びらは、これからも東金の発展を見守り続けてくれることでしょう。